トシヒロのミッドナイトミックスポンズ。はい、トシヒロのミッドナイトなんちゃら、ダルクモビエは映画の話ということで、10分で丸々を語る。今回は10分でアンチャーテッドを語るです。なおこの動画は、激しくネタバレを含みますので、ご了承の上ご視聴くださいね。このアンチャーテッド、私は公開初日に見ることができました。そんで、いつものようにヤフーの映画レビューでは星4つをつけました。公開5日くらいの時点でヤフーの星は 3.8 ぐらいでしたんで、まあ大体、私も世間並みの評価をつけられたかなって感じですね。まあ面白かったですよ。単純にこういうねアドベンチャーものっていうのはあんまり理屈こねない方がいいんですよね。で、主演はもちろんスパイダーマンのトム・ホランド。相棒役は私にとってはテッドのマーク・ウォールバーグということで、きっとねマーベルファンの人はね、あここで糸出せよ、そしたらバチリじゃんとかっていうふうに思ったかもしれないですよね。しかし今回はクモもクマも出てこないアドベンチャーアクションということですね。ざっくりとストーリーをかいつまんで言いますと、まあ、このトム・ホランドのね演じるネイト、このネイトは、幼い時にトレジャーハンターを目指す、お兄さんと離れ離れになっちゃうんですね。で成長した現在はバーテンとして働いていると。そこに現れたマーク・ウォールバーグ扮するサリーがですね、この50億ドル相当の財宝を探しに誘ってきます。そこに同じく財宝を狙うアントニオ・バンデラス扮するサンティアゴが絡んできて、さらに女性トレジャーハンターが絡んできてというような展開になってくる。これ作品見てる時にね、まあなんだろうな、なんかすごいね他の昔の作品のことをね思い出しちゃったりもしたんですよ。例えばこのネイトのバーテンダーさばきね、くるくるっとこう酒瓶丸回してなんていうのは、これトム・クルーズのねカクテルを思い出しましたね。で後半船の上のアクションなんかはまあパイレーツ・オブ・カリビアンの雰囲気ね。実際にそのパイレーツ・オブ・カリビアンのことを言うセリフもありましたしね。であとは予告編でも出てましたけど、船をヘリで吊るして飛ばすなんていう発想はね、数年前だったらうわすっげーとかって思いましたけど、まあ実はそのパターンっていうのは新エヴァンゲリオンで見ちゃったんですよね。でもね迫力はあります。まあ実写だし、まあ実写つっても CG でしょうけどね。でこのネイトとサリーのコンビが女性トレジャーハンターと騙し合っていくっていう構成はね、なんかちょっとねルパン三世のルパンとフジコのやり取りを彷彿とさせてるような気がしました。このネイトの真面目さとサリーのおとぼけっていうのは、まあ、ルパンの性格を分離させて2人組にしたようなね、そんな気もしましたね。あくまでも個人的な印象ですけど、そしてこれらはねいい意味で私捉えてます。面白い要素を盛り込んで面白いならそれでいいわけですよね。まあそこでね変にねオリジナリティを出そうとするとなんか難しくなっちゃうことがあるんで、それだったらもうザ定番を重ねていくっていうのはエンターテインメント娯楽作品としてはズバリありだと思います。そして一応敵役としての位置に立っているのがアントニオ・バンデラスのサンティアゴ。このアントニオ・バンデラスはね、まあ有名ですから皆さんご存知だと思いますけど、ちょっとメモってありますから、読んでみますね。1995年のデスペラード、あーかっこよかったですね。それから1998年のマスク・オブ・ゾロ、あー主役だ。あとはスパイ・キッズシリーズですかね。ちなみにこのスパイ・キッズ、それからデスペラードはですね、私が好きなロバート・ロドリゲス監督の作品です。
ロバート・ロドリゲスっていうと、まあ、さっき言ったデスペラードとかフロム・ダスク・ティル・ドーンね、これもいつか話そう、プラネット・ダライン・グラインド・ハウスと、私好みのカラーリングだったんですけど、このスパイ・キッズのシリーズでね、突然このファミリーコメディということで、でもそれでも人気シリーズになったからすごいですよね。というアントニオ・バンデラス大物俳優ですね、作品中盤しかも飛行機の中でフェードアウトさせるっていうのがね、ここが一番驚いたかもしれません。何かに確か急に大声で飛行機の中で演説ぶっちゃっててね、あれそれ死亡フラグじゃないのって思ってたら、このタティ・ガブリエリ演じるブラドックっていうこのキャラにですね、サクッとやられちゃいます。まあこのブラドックが一応ラスボス扱いなんですけどね、これともう一人仲間として同行するのがソフィア・マリ演じるクロエ、このクロエもね裏切ったりくっついたりつって、まあさっきのルパン三世で言えば藤子ちゃん的立ち位置なんですよ。でまあ星5をつけられなかった理由になってくるんですけども、まあ、このね女性2人の存在価値がもう少しなんかなっていうふうに思いました。このブラドックがサンティアゴを殺す理由もなんか弱い気がするし、クロエがねラストバトルで仲間外れにされちゃう流れになってくるんですよ。これもなんでかなっていう気がしてね、まあゲームの映画化なんでそういう構成プロットなのかもしれないですけど、まあ、ちなみに私ゲームは全くやらないんで原作っていうかそのあれは全く知らないです。でラスト結局財宝は手に入れ損なったんだけど、ネイトがいくつかポッケに入れてて、それをサリーが歓喜して終わりっていうのもまあよく見る光景ですよね。ここはね少し安易だったかなっていう気がします。俺個人的にはがっつり財宝ゲットでもよかったと思うんですよね。で財宝ゲットして、思いっきり無駄遣い、それを使い切ったから新しいトレジャーハント、そんな感じの流れでもいいと思うんですけどね。なんかこう財宝ゲットしちゃったらもうシリーズも終わりみたいな固定観念あるのかな、聞いてる皆さんはねどう思います？ あとねオープニング、これ予告でも使われたこの荷物と車が飛行機からなだれ落ちるシーン、あそこから映画始まるんですよ。でそこから子供の頃の話になって、そんでまたあのシーンが入ってくると、ここがねちょっとよくわからないというか、よっぽどのねお気に入りのカットだったんですかね。あんまりねこういうこうストレートな雰囲気の作品は時系列を前後させない方がいいと思うんだけどな。時系列をこう複雑に入れ替えていく手法っていうのは結構ねありますけどね、有名なところで言うとやっぱりタランティーノのパルプフィクションとかね、そういうのありますけどね。まあそんなようなことで多少あれこれ言いたくなるシーンもあったということで星は4つでした。でもねゲームを知らなくても楽しめます。しかもね珍しいことにこうトム・ホランドがねこうマッチョな体を見せるわけですよ。そういうのもね、まあ、トム・ホランドのファンからすると嬉しいポイントなような気がしますね。で、ポストクレジットではお兄さんが出てきて、もう続編ビシバシっていう気合が伝わってきます。まあねこのキャスティングならね続編はもう作る気で最初からスタートしたのかもしれないですね。まああとはどのタイミングで次が来るかっていうことだと思う。新規シリーズっていうのはねやっぱ割とタイミングよく2作目を出して人気を定着させる必要はあると思うんですよね。ちなみにパイレーツ・オブ・カリビアンの1作目が2003年、2作目が2006年、3作目は2007年で間隔は3年1年、このくらいだとやっぱ畳みかける感があって一気に話題取れますよね。エヴァンゲリオンの新劇場版はジョが2007年、ハが2009年、9が2012年で、4作目のこの前やったリピートが2021年で、間隔は2年3年9年っていうことなんで、この9年はねエヴァファンだからこそ待てたって感覚ですけど、だからそうやって考えてみると2、3年のうちには出さないとって感じじゃないですかね。
でシリーズ化すると大体3部作になるんで、このスパイダーマンもこれから新3部作になっていくっていうところで、間を縫ってできんのかなっていうね、大きなお世話な心配が浮かんじゃいますけどまあそれだけね、トム・ホランド今人気俳優ですからね。まあでもね、難しいことを考えずにスカッとアクションをね、楽しむことができる作品なので、シリーズ化したらまあ見たいな、とりあえず次見たいですよね。まだお兄さん出てこないし、このお兄さんが絡まってどうなるのかなっていうところは、とっても気になるところです。ということで、あなたは見ますか、それとも他の映画にしますか。というわけで、10分でアンチャーテッドを語るでした。同じような感想を持った方や、なるほどと思った方は高評価を、ここにない感想をお持ちの方はコメント欄にそれぞれお願いします。そして FM ルピナス 86.0MHz のチャンネル登録も合わせてお願いしたいと思います。それでは次の作品でまたお会いしましょう。それまでは映画にダイビング。としひろのミッドナイトなんちゃー。